はい、こんにちは、 JJ です。今回はアルミの鋳造の第2弾ということでアルミの分鎮を作ってみたいと思います。前回は溶かすだけで、終わってしまったんですけれども、今回はこちらの、石膏の型に、流し込んでみたいと思います。これが分鎮の型の元となるものです。重いものといえば船の錨が思いついたので錨の形にしてみました。あとは形の単純なハートと星の形を作ってみました。準備ができたら石膏を流し込んでいきます。今回用意したアルミ缶の数は全部で60個でした。1回では溶かしきれないので、何回かに分けて溶かしていきます。早速流し込んでみたんですが、加減が難しくてかなり、こぼれてしまいました。ここでアルミがグツグツと煮えているようなところがありますが、これは石膏の中の、水分が水蒸気となって外に出てきているようです。こちらのハートは出てきた水蒸気でへこみができてしまいました。
ここからはアルミの周りにできた余分な部分を削っていきます。はい、こちらが出来上がった文鎮になります。イメージ通りにできなかったものもありますが、型を作る勉強にはなりました。型からこぼれてしまったアルミも磨いたらこんなにツルツルになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよと思ったらチャンネル登録をお願いします。この次の動画では砂の型を使って鋳造をやってみたいと思います。それではまた。